どうもこんにちは、ヒョクです。 TWICE Dance the Night Away ミュージックビデオおめでとうございます。いや、カムバ早いし、ガールズグループで今やっぱ1位と言っても過言でないぐらいのグループじゃないですか。ブレッピンクと結構いい感じに接戦かなと思ったんですけど、 TWICE すごいですね。Dance the Night Away がミュージックビデオ出てたった10時間で1370万再生を言っております。たった10時間でですよ。多分1週間もしないで1億再生いくんじゃないですかね。いや、すごいね。やっぱさすがだなーと思いながらも、ミュージックビデオを見てて、僕個人的かもしれないんですけど、少女時代の昔は似たような曲のミュージックビデオがあったんですよ。浜辺で撮って、浜辺で踊ってるような、なんだっけ、パーリない？違う、パーリがあったんですけれども、はい、それとちょっとこう雰囲気が似てるなとも思いながらも、はい、そんな、TWICE の Dance the Night Away、Dance the Night Away、MV 解説をしようと思って見たんですけど、皆さんも多分パッと見でもう分かったと思うんですけれども、なので今日はですね、MV の解説をまあざっくりとして、あと僕が普段どういうとこを見ているのか、 MV 解説をしているときにそういうのもちょっとご説明できたらなと思います。今回の解説なんですけども、ざっくりというか多分そのままなんですけども、そのままのストーリーになってますよね。例えばパンダソニョナみたいに、なんかあえて最初にあるはずのシーンを後ろに持ってくるとか、なんかそういうこういうことはないので、はい、大丈夫なんですけれども、今回の曲は全部ストーリー自体でそのまんまスンって見れるので悩む必要ないと思います。ちょっとわざとこっちに寄りますね。こっちに画像を出しますので、まずミュージックビデオの最初の方を見ていただきますと、浜辺で皆さん倒れておりますよね。僕いつもミュージックビデオを見るときによく注意してるのは、本人たちをクローズアップしてない時の映像の時は周りを見るようにしてます。必ずこういう風に本人だけ映してるような映像の時は特に周りを見る必要ないんですけども、例えば数人を映しながら周りの景色も映してるような場合は、周りに置いてあるものとか文字とかを読むようにしてるんですね。そういうのを見てもらえると、今回はスーツケースがあります。そして周りに四角い木箱みたいのがありますよね。ってことは推測できるのは、おそらくどこか旅行に行こうとしていて、突然海の中からゴジラが現れて、船が多分粉々になって、無人島にたどり着くっていうストーリーですよね。こういう感じで周りのものからこうどんどん見ていくと全員できると思います。で、遭難しちゃったわけなんですけれども、とりあえず生きなきゃいけないから家を作ってますよね。屋根もあって綺麗に可愛く作っておりますね。で、お腹を満たすためになんかヤシの木みたいなのを取ったりとかして飲んだりして、家も作ったし、お腹もいっぱいになったし、じゃあ海で遊ぶかみたいな感じで海で遊んだり、で、雨が降ったら雨宿りしたり、洞窟の中も探検してみたり、で、もう海にはイルカがね、いたりとかして、綺麗な夕焼けもあったり、で、夜になったら、それこそパーリないですよ。もう楽しいわけですよ、本人たちは。この無人島での生活があまりにも楽しいわけです。すごい楽しい楽しい無人島生活をしていて、眠りつくわけですよね。眠りついて、ブーンって船の音が鳴って、で、皆さん起きるんですけれども、どうやら無人島での方が楽しすぎて、いいよいいよみたいな感じでもう一回寝ます。で、 MV は終わりです。歌詞ともつながるし、曲のタイトルともつながるようなエンディングとなっておりますよね。で、看護講座もやろうと思ったんですけども、サビはほとんど英語だし、あまり日常会話で使う表現はないなと思ったので、ちょっと今回はパスしました。まあ、強いて言うならほにゃららまですかね。何々するなという意味なんですけども、はじま、ぼっちま、はじま、しないで、ぼっちま、食べないで、ぽじま、見ないでとか、みんな今回無人島でこうすごくダンスをしているわけなんで、チュンチュジマって言ったら踊らないでっていう風に意味で、結構命令に強い意味なんで、はい、ほにゃららま、ほにゃららいいまって感じですね。子音がいいになる感じですね、まの前は。はい、という感じで、今回はちょっとね、急ぎ足になってしまうんですが、はい、こんな感じで TWICE の Dance the Night Away 危ない。なぜかオールナイって言おうとしちゃうんですよね。なんでやろう。
ごめんなさい、エンディングの後でちょっとだけ、告知をさせてください。告知って言ってもまだ、あまり具体的なことは言えないんですが、近々大きなイベントをさせていただくことになっておりまして、皆さんとお会いできる機会がありますので、お待ちになってください、もう少しだけ。